道場伏見和幸。赤コーナー165cm 55kg、 流星祝ファントム道場上山聖輝。日本スーパーバンタム級王座決定トーナメント準決勝、3分3ラウンドで行われます。すでに先ほど笠原優希が勝ちまして決勝進出を決めています。その相手はどちらになるんでしょうか。赤いグローブ上山聖輝、そして青いグローブが伏見和幸です。ラウンド1、さあ第1ラウンドが始まりました。グローブを合わせます。まずはローキックから入っていきました。赤いグローブの上山です。大江さん、上山は1回戦は KO 勝ちしてますよね。そうですね。いやいや、2人とも、この2人に関してはやっぱり非常にパンチをね持ってますから、はい、回転も早いですしね、行きますしね、躊躇がないんですよね、はい、ただこの2人にまた言えることが、少々二人とも打たれもろい、攻撃の面では非常にいいものはありますけども、いや強い攻撃持ってますよね。ディフェンスの面というところですか。ディフェンスの面という、そうですね、まあ、そうですね、ちょっと打たれもろい持ってますよね。いや打たれをもろくてもやっぱりそのガードだとかその足の 動きによってね、はい、それをカバーすることはできるんですけれども、ただそのもらった時にストンとね、はい、行ってしまうという、まあお客さんからその見る方にしてみるとすごいスリリングで、グッドマッチになる要素は2人も思ってますよね、はい、まあ、お互いにこのアグレッシブに攻めていこうというそんな2人です。まあこの2人はもう以前にも素晴らしい試合をやってますしね。序盤は互いにローを切る展開が続いています。左フックです。伏見の左フック、ハイキック、ボディ打ちました。伏見どうでしょう、2人の動きを比較してみて大江さんにはどう映りますか。スタイル的には非常に似てるものを持ってるんですよね、はい、足を散らしながらパンチを固めるというね、ただそのパンチを固める中でも、1つ2つ、これ今1ラウンド序盤ですけれども、硬いの打っててますよね、はい、だから何かいいの当たったらパンパンパンと固め打ちをするでしょうね。はい、とだからまた伏見のパンチです、はい、片方が出てくれば、そこを譲らずにまた返すでしょうし、はい、結構まだ序盤からすごい展開になると思いますよこれ。そうですね、どうでしょうかね、まず伏見の方が当ててますかね。ちょっと伏見の方が出てきてますよね、はい、ボディ打ちます。上山の方は少し様子を、ね、伺ってる感じはありますよね、はい、ただ硬いのは出して、いってますけどね、はい、ワンツースリーと出しました。ただどっちかが突っかけていけばこの2人はもうやり合いになりますから、はい、トン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 とね、面白い試合になりますよ。そのタイミングをお互いに伺っています、はい、右ストレート、いいストレート、上山のストレートからハイキックです。残り10秒切ります。上山はこの夏にね、ムエタイの本場のタイでまた修行したりだとかですね、そうですか、いろんな刺激をね、第1ラウンド終了、もらいに出稽古に出たりしてますよね、はい、やっぱりこの試合またこのトーナメントにかけてる証拠ですよね、うん、第1ラウンドが終了いたしました。さあどうでしょうかね、大江さんの目には第1ラウンド優劣はどう映りました。まあ伏見の方が出てましたけども、うん、上山はそれに対してコツコツと正確なパンチを戻してましたよね、はい、うん、だからまあ五分ですけども、まあ、1ラウンド終盤で少しこう上山も盛り返したかなという、そうですね、そんな印象ですかね、はい、ただまだその上山が出ていくときはもっと固め打ちをしますからね、はい、だからまだ抑えてるんでしょうね。なるほど、伏見はここ何かここぞというタイミングがあればもう
ドンドンドンって仕掛けるよというね、はい、そういう殺気というのかな、そういう距離感を取って持って戦ってましたよね、はい、うん、さあ第2ラウンドです。お互いに一つスイッチが入ったらもう徹底的に攻撃に行くというそんなファイトスタイルです。おお、右出しました伏見。もうああいうのでも思い切って打ってきますね。恐ろしいですよね、ついこう声上げちゃうもん、はい、あのだからまあもちろん、はい、お互いこうやっていいフォームでね、はい、いい距離感でいいパンチを出すというこれ簡単なことじゃないですよ、はい、ただ普通に素人がねパンチをバカ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 投げ合ってるだけじゃ、はい、こんなはい、お客さんの反応はないです、ね、まあそうですよね、うん、プロフェッショナルですよね。今度は少し上山がプレッシャーかけてきました。上山が少しじりじりと前へ出てきますね。だからじりじりと前へ出てきた時に、はい、プレッシャーかける伏見はかぶせて、はい、かぶせてフックをね、カウンター狙ってますか。狙ってますよね、はい、さあしかし伏見も仕掛けてきます。だその上山が出て伏見が1個返した後の上山の返しというのがちょっと怖い、はい、あーなるほど、うん、ボディ打ちます上山。ああ、フックが行った。さあどうだ、もう立てないね、これは立てないね。いや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 、もう厳しい厳しい。どうでしょうか、なんとか立ち上がりました。いや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 、伏見立ち上がりました。いや、これはもう本当はストップじゃないかな。危ない。さあ、左フックが入った。後ろに下がる伏見、ハイキック。いや、もうストップ、うん、止めました。上山ノックアウト勝利。今ね、レフリーもね、上山がニュートラルに行かなかったんで、そっちのに気を取られてましたけど、はい、今のワンパンチの今の倒れ方はもうストップですね。ノックアウト、完全ノックアウトです。まあ伏見も目が飛んでましたね。いや、うん、あれはもう続行不可能です。いいの当てましたね。そうですね。ちょっと上山も興奮してたところがあったんですかね、ニュートラルという指示に従いませんでした。そう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 、だからそこに今ちょっと聞い取られましたよね、レフェリーもね、はい、そうじゃなくて、まあそこはあの伏見の状態とあと後頭部バカッと打ってもう仰向け倒れてますから、うん、あの状態見たらもうストップですね、はい、いや結果的に大江さん、はい、カウンターですか、左フックですか。いや、まあ、やっぱね、強いですよね。いや伏見も同等なパンチを持ってますよ、はい、ただ上山も同等のパンチ、やっぱりこの2人ちょっと似てるんですよ、うん、パンチの種類も質も、ええ、スタイルも、似てる、ちょっと打たれもろいところも似てるんだけども、はい、うん、いや今日は上山いいの当てましたね、まずね、うん、これ決勝ちょっと面白いな、上山聖輝2ラウンド2分42秒 TKO 勝利、上山聖輝勝ちまして決勝進出を決めました、これで11月の決勝日本スーパーバンタム級王座決定トーナメントの決勝戦は笠原優輝と上山聖輝の一戦と決まりました。17歳と22歳のファイターが